伝説と幻の限定の公式大会、レジェンドオブラウンド。さあ、今回のメンバーを紹介するぜ。エントリーナンバーワン、我は森の地、声を上げろ、ザザザザザルドな、ザルド。しかも父ちゃんでの参戦だ。こことの絆が非常に良い映画。最後までここが己の力で頑張るところがとても良きです。エントリーナンバー2、ゼラオラ。みんなの物語からの登場です。まあ、群衆劇っていうんですかね。個人的に最近の映画で一番好きです。非常に良い。エントリーナンバー3、マーシャドウ。映画の方針が変わって一発目の映画、まあ、なかなかに類似にダイレクトアタックしてきます。エントリーナンバー4、マギアナの声が聞こえないのにゃーで有名なマギアナ。全国図鑑を集めてもらえる500年前のマギアナです。とても可愛い。エントリーナンバー5、ロイヤルピンクプリンセスディアンシー。剣盾では見れませんが、メガ進化がめちゃくちゃ可愛い。でも通常フォルムもとても可愛い。色違いでの参戦です。エントリーナンバー6、ユクシー。劇場版ポケットモンスター新速のシャーレ、ユクシー覚醒からの登場です。とてもとても可愛いですね。以上、もうお分かりですね。最近の映画、ちっちゃい幻枠統一でレジェンドオブラウンドいきますよ。さあ、始まりました。レジェンドオブラウンド。ここには伝説のみしかいないという大会でございます。うん、まあ幻もいるけどね。まあ、ということで今回は映画の幻ちっちゃいものクラブ大集合ということで、最新映画から6匹連れてきました。ユクシーは映画で主役張りましたからね。いやー、あの映画すごく感動したんですよねって言ったところでね。まあマギアナちゃんが刺さってるのか、刺さってそうだな。これユクシーのマギアナの、これいきますか、ザ・ルードいきますか。ザ・ルード、さあ対戦よろしくお願いします。さあ、お相手の初手はグラードン。なるほど、ステルスロック巻いてきそうではありますね。ヒデリと、まああんまりマギアナくんに対しては残しときたくない相手ではありますね。流してもいいがな。相手マーシャいるんで、助けはマーシャと思って問題ないでしょう。ヒートスタンプとか痛そうだからな。どうかね。ステロから入ってあくびしてでいいかな。ステロから入りましょう。マーシャはちょっと残しとくと厄介なんで。ソーラービーム、ほー、そうか、有効だがこれぐらいしかないか、もしかして。弾、まあ問題なしですね。いや、まっこと問題なしでございますよ。ここはあくびでいきましょう。こいつにはできれば引いてほしいですね。ダイモン G、 問題なし。特殊型なんですね。なるほど。じゃあここはトリックルーム決めさせていただきましょう。 OK、 めちゃめちゃ仕事してるね。この子 HB なんだけど、まあ、さすがはユクシーといったところ。じゃあし、はいはい、みたいなとこありますが、人の剣、はい、ほい、あくび入れちゃおっかな。じゃれつく、ポコ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 。じゃあ5つ目触っていただきましょう。オッケー、最高の仕事だ。ありがとうユクシー。そうね、マギアナ出そう。これダイマックスマギアナで切っちゃいましょう。最高の思い出のマギアナ、全国図鑑揃えましたとも。いや、500年前の姿のマギアナでございます。ここはそうですね、ダイマックス切っちゃっていいと思うんですが、何を打つかですね。
うん。まあ、裏に引くとするのであれば、なんだろうね。でもフェアリーはめちゃめちゃ通ってるんだよね、裏は。じゃあ、フルールカノンでいいと思います。フルールカノン媒介の大フェアリーで。さあ、ザシアン引っ込んで、さあ、グラードンくんが戻ってくると。さあ、ステロ痛いよ。行くぞ、ダイマックス!どっこいしょー!さあ、かわいい、マギアナー!かわいい!いや、このね、実はね、ボールみたいに収納できるってところがちょっとマギアナのチャームポイントですよね。かわいいポイント。ここ好き。ここ好きポイントなわけでございますが、グラードンくんを一発。そう、マギアナのね、真骨頂はね、こっからなんですよ。さあ、グラードンくん倒れましたね。ソウルハート。特攻上昇。いや、これなんですよね。まあ、ビーストブーストみたいなもんでしょっていうとね、まあなんか、ありがたみ薄れるんですけど、ビーストブーストとは違って、まあ、例えば、あられダメージで倒れるとか、まあ、置き土産で倒れるとか、まあ、そういった自主退場系のやつでも、なんとね、ソウルハート上がっちゃうんですよね。いや、ここが多分、優秀ポイント。なんで、本当はね、ダブルバトルとかだと、うん、最大で1ターンに3段階上昇とかいうね、かっこいいことが起きます。すごい。ね。さあ、上がったわけでございますが、まあ、大フェアリーでいいでしょう。うん、ザシアーンが戻ってきたとしても、大フェアリーでいいと思います。マーシャ、ダイマックス。さあ、マーシャ、ダイマックスしましたが、あなた、格闘タイプですよね。マーシャ。さあ、このフルールカノン媒介の大フィアリー、耐えられますかな?いやー!そい!もちろん、一発なんですね。さらば、マーシャ。さあ、止まらないぜ、ソウルハート。死んだ魂を糧にするぞ。もしかして偉大刀だった偉大刀の特性ソウルハートだったら面白いけどな。特攻上がってもって感じだろうけど、うん、偉大刀くん、まあ種族値上がったとしても攻撃方面だろうからね、多分ね、わかんないけど。じゃあここは大スチールいきましょう。まあ耐えられる道理はありませんね。大スチル。ああ、かっこいい。え、そのモーション初めて見た。フルールカノンするときのモーションですよね、今の。腕パカーってやつ。かっこいい。もうめちゃめちゃかっこいいじゃん。ダイスありがとうございました。私が楽しいだけ。大フォロー。残念ながら、この子の特性、クリアボディ。わかった。そうやった!にわかさました!にわかさらした!ちょっとターボブレイズっていうの忘れてた。さ、そうそう、この子の特性クリアボディなんです。もう今更閉まんないんだってもう。さて、お相手が見つかりました。愛も変わらず禁伝祭り。禁伝、禁伝、禁伝。まあ、順伝が一部いますが、そうですね、これは、あー、イベルタルいないんですね。なるほど。イベルタルいないか。結構珍しいパターンっちゃ珍しいパターンかもしれない。初手ゼラオラいきますか。じゃあ、ゼラオラで、じゃあ、ルードで。で、まあ、マーシャかな。まあ、マーシャは欲しいよね。強いから。さあ、対戦よろしくお願いします。お相手の下手はネクロズマ。それから来るか、なかなかですね。さあ、こちらはゼラオラから投げますが。って感じだね。どうしようか。
まあでもとりあえずは、まあ、ボルトチェンジで変えるのが一番かな。ボルトチェンジマーシャかな。ダイマックス、おーおー、まあでも初手ダイマックスって強いですよね。このルールとても強いと思う。ネクロズマー。さあ問題はですね、ここ何打ってくるかですね。まあボルトチェンジを打ちますが、まあ振ってないんで、まあまあ火力、まあまあどころかビビたる火力。あー難しいですけどね。ザ・ルードを投げてマーシャ切り返し展開が一番良さそうか。うん、じゃあザ・ルード行きましょう。さあ行くぞ。夢叶えしザ・ルード、我は森の地、声を上げろ。結果的になんかいい感じ。地面が飛んできたか。あ、そっか、そりゃそうだね。ゼラオラくん地面タイプだもんね。地面タイプだもんね。違う違う違う、地面抜群だもんね。そりゃそっか。さて一応ザ・ルートの方が早いわけでございまして、まあ、抜群技はつけるんですが、抜群技ついたら漏れなく死ぬでしょうといったところが一つ。ああ、光合成でお茶濁したいけどなーみたいな。ダイマックス切っちゃうっていうのもありですね。そっちの方がありか。ダイマックス大ボールしましょう、トリマ。行くぞ、トーチャンザルード。よっこいしょー。スカーフがチャーミング、トーチャンザルードのダイマックス。さあ、かっこいい。ダイマックスシーンから大ウォールちょっと閉まらないが、まあ、それもまた致し方あるまいということですよ。ダイジェットからのダイアークがいいんじゃないか。うん、おそらくダイスチルは耐えるので、とりあえずダイジェットをします。ボーン。ダイスチル、はい。いや、でもここ、いや、うん、ダメダメ。ダイアーク打って弱点保険発動されたらダメだから、これで合ってる。じゃあ、ここで、満を持してのダイアーク。ほい。おそらく耐えられる。まあ、余裕で耐えられた。で、ここで発動するは、弱点保険ですよ。まあ、ネクロズマって言ったら、これだよね。メテオドライブ。父ちゃーん。でも、いい働きだったぜ。ナイスファイトだ。さあ、行こうぜ。マーシャドウ。いやー、美味しそうな餌が転がってますね。とてもとても美味しそうだ。シャドウスチルで。まあ、引くという手段はありますよね。弱点保険取られるぐらいだったら、オッケー、刺さっちゃった。いただきー。上がった能力もらったぜ。グーンと上がった。武器が上がった。特攻が上がった。いや、これが強いよね、マーシャドウ。いや、これもう、だいぶ止まんないよ。だいぶ止まんないよ。さあさあさあ。バドレックス、はい。まあ、影打ちですね。影打ちで。ただ影打ちしたいんですが、まあ、相手マーシャいないんでね、バドレックスが助けっていう可能性は十分にありそう。まあ、影打ちでいいでしょう。ほい。どすこい。まあ、助けか。アストラルビット。スパーン。バーン。ゴースト技の応酬でございますが、まあ、こちらもタスキなんだよね。影打ち連打。まあ、ザシアンが来ても影打ち連打でいいでしょう。一応この子ね、特性テクニシャンなんで、影打ち能力も上がってるんですよ。なかなか噛み合ってるよね。
このマーシャドってポケモンは。幻はなんか別方面で壊れてるよね。うん、金でも結構壊れてるけど。なんかどうせ対戦に出ないから、なんかめちゃくちゃやったれみたいな。だから技は結構めちゃくちゃやってることが多くて、めちゃくちゃやった結果どうなったかっていうと、うん、あのダークホールがね、やばかったみたいなね。ドーブルとかいうポケモンがスケッチするから。だからあんまり技をインフレさせるとやばいことになるという話はあるよね。さあ、電光石火は効かないぜ。影打ち。いやー結構入るね、やっぱり。巨獣ザーン。はい。ほい。スパーン。どこ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 。ボガーン。ありがとう、マーシャ。急所。何匹のマーシャとか飛んだんだ、今ので。HP1 の。いや、全力だね、本当に。弱ってる相手に対しても全力だよ。まあ、なんか、ついこの間 YouTube でアニメ上がってましたけど、まあ、ザシアンめちゃめちゃかっこよかったからね。まあ、ここはプラズマフィストでいいでしょう。一応、ザシアンの方が素早さは高いです。が、こちらスカークなので。プラズマフィスト効果はノーマル技を、ちょっと待って、耐えてますけど耐えてるよまあ、所詮100技ということですか。大勢ありがとうございました。あ、効果はですね、ノーマルタイプの技を電気タイプにするっていう技です。威力100です。ちょっと足らんかったな。いや、乱数だったと思うけどな、マーシャドウの影打ちも含めて。いや、惜しかった。お相手は金殿、金殿、純殿、金殿、純殿、金殿となっておりますと。めっちゃゼラオラ刺さってる。ゼラオラの通りはとてもとてもいいですね。うん、とてもとても良い。初手でもいいレベルですね、これ。初手でもいいなぁ。え、これあとザ・ルードも結構刺さってない？ザ・ルードも刺さってるね。ザ・ルード連れて行きたいなぁ。ゼラオラ・ザ・ルードの、ラストどうしよう。まあ、マーシャ行きましょうか。さあ、対戦よろしくお願いします。お相手の初手はサンダー。こっちはゼラオラ。まあ、ただね、君飛行タイプなくなっちゃったよねっていう。ボルトチェンジでもいいんですけどね、一回は。うん。まあ、ただプラズマフィストでいいでしょう。あんまり深読みすると、なんか。ういっ。プラズマフィスト。いやー、この火力ですよ。うん。深読みしなくてよかったね。いや、さっきはね、残っちゃって、あーってなっちゃったけど。まあ、意外とやれる子です、この子は。ギラティナ。あー、色違いギラティナ、かっこいいですね。とてもとても良い。いや、私ね、ギラティナ好きなんですよ、すごく。禁止伝説の中で、何が一番好きですかって言われると、多分、ギラティナですね。かっちょいい。問題なし。さあ、行くぞー、声を上げろ。我は森の地って。ザッザッザルドって。いうことですね。さあ、雨降りますが、スカーフかな、おそらく。我は森の地、ゴロ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 。ザルド。まあ、これもう、ザルードで、ダイマックス切っちゃっていいんじゃないか説が私の中で浮上している。うん、裏なんとかなるしね。マーシャもいるし、ゼラオラもいるし、それぞれ抜群つけるポケモンは裏にいる。では行きますか。ダイアークでいいかな。ダイマックス行くぞー、父ちゃんザルド。ほい、どっこいしょー、ザザッザ・ルード。いやー、冷凍ビーム。
問題なし。父ちゃんを舐めるな、大悪。さあギラティナ君戻ってきて、ちなみにこれ何ボール？ダークボール。いやーいいですね。いやダークボール色違いギラティナとてもセンスがいいと思います。いやいいですね。いや私の色違いギラティナはヘビーボールなんですよね。ヘビーボールもいいよね。ダークボールも好きだけどさ、いやダークボールもいいしムーンボールもいいしヘビーボールもいいよね。もうギラティナの色違いはもうそういう系の色違いめちゃくちゃ合うっていう、そういう話。はよ決めろって、はい。そんなこと語ってる前にさぞと試合を進めなさいと。まあ、ここはダイマックスなんで大ウォールをしましょうか。さあギラティナーかっこいい、超かっこいい。いやこのねすごい、このいいカラーリングしてるよね。本当に色違い、色違い設定した人本当すごいと思うわ。めちゃめちゃかっこいい。さあまあ大アークでここは散りましょうか。おい、あでもさすがギラティナ硬いね。さあ大ドラグーン、あこっちも硬いね、すごいね。いやこの子ね B は結構あるんですよ。 HP105 の B105 なんでかなりある。ここ光合成しちゃう、光合成しちゃうのありっすよ。ちょっと、まあ、若干あれだけど、ダイジェットからのダブルウィングが嫌っちゃ嫌だけどね。さあ光合成しちゃうよ、チュイーン。ダイラ軍問題なし。雨上がったよ。でダイマックスターンも終了。まあここはゼラオラ変えちゃっていい気がする。ゼラオラ変えましょう。でもあそこ多分光合成よりもね DD ラリアットの方が絶対良かった。ダイジェットだったら多分影打ち圏内に押し込む方が大事なんで、うん、あんまり良いプリングではない。プラズマフィスト、よいしょ。地震、はい。じゃあここは父ちゃんに決めてもらおうかな。いくぞ、ザッザッザルード。ポケットモンスターココ、とても良い映画だったのでぜひおすすめです。とても良い映画だったぞ DD ラリアットで。はい、ゴロ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 ドカーン。対戦ありがとうございます。ここまでのご視聴誠本当にありがとうございます。感謝感激雨あられでございます。ということで最近の映画ちっちゃい幻統一って勝ちたいレジェンドオブラウンド、いかがだったでしょうか。感想としてはとても楽しかったですね。基本試合に出られないので幻のポケモンの特性や専用技はいろいろチャレンジしてる感ありますよね。映画もね最近はがっつり子供向けっていうよりは大人でもちゃんと面白いように作っているので、映画見ないよーって方もぜひ見てみてはいかがでしょうか。配布の幻もこういう機会で使えるかもしれませんしね。後語りは以上。次回もまたぜひお会いしましょう。それでは。